はい始まりまりしたエスペロラジオですはい僕たちは、えー、3年前にプロゴルファーの資格を取得し、えー、現在は映像制作を軸に合同会社エスペロという名前で会社経営をしています松松尾と松尾裕樹樹とですはいそして、えー、僕たちの夢は国立競技場で。 ライブをすることです。はい、はい。ということで今回も初めて行きたいと思います。はい。ま今回は特に決まったテーマはないんです。ね。はい。はい。まあちょっと <laughs> 実験的にあのテーマなしで、うん、とりあえず回してみようという感じで。急に呼び出されました、ね。はい。撮ってます。 今ちょうどねあの画面に映ってるのはコーヒーのパッケージで使ってる僕らをモチーフに描いてくださった絵がちらばってます、はい、めちゃめちゃたくさんあれはなんですかシールシール透明シール印刷してやつですね、はい <laughs> はい、なんだまあ ね普段あんまりこう雑談をすることがないので雑談してるけどな何してるいやいやあのだき企画するってことか,とか <laughs> 雑談じゃないいやいや雑談じゃん雑談っていうかもうそれがも、ね、のアイディアが出るまでは雑談、うん、でも思考がほら雑談ってよりかどっちかっていってもうこう,どう,いうクリエイティビティじゃん <laughs> のための雑談っていうか、ね、雑談からしか、うん、そう雑談は大事ですよ、うん、何どういうあれ雑談何いやわからない<何>別に勇気の中での定義は何雑談のないね <laughs> じゃあ無 <laughs> <laughs> じゃあ10分間瞑想 <laughs> <laughs> それはもう雑談ではないんじゃん <laughs> 心で会話する勇気はね心,心で会話するタイプだから はい、基本口数少ないから喋 <laughs> りかけないと話さないし喋っても「うん」か「はいか」かまあこの家だとねいや基本的に静かだよ疲れる疲れちゃうんですよこの家だけなんだ静かないやじゃ他のとこ行って別に喋っても、うん、すぐ疲れちゃうから じゃああんま変わらなくて <laughs> それはだから10分ですね2時間持つのでヒロはね23時間持つじゃんいや23時間どころじゃない <laughs> 6時間8時間ぐらいだって毎回打ち合わせでも衝撃的だったらどうしたまああのね俺と同い年のこと、うん、カフェで打ち合わせ 話し始めましての日にあーは,ー、はい、はまあ始めましてだからいろいろ説明しなきゃいけないっていうのもあって、うん、もうなんだろう呼吸っていうか息継ぎなく2時間いいやや息継ぎはしてる話隣で聞いててももうあダメだ,だっつって。でももともと帰る予定だったのを。 その間もないからそのテンポか話す話と話の間の間がないく2時間ぶっ通してバーッて走ってたからあじゃあちょっとここでって言える間がなかったんだよねだからもう強制的になるほどヒロに足でどんどんって訴えかけてちょっと帰ります。 話すと長くなっちゃうからねどうしてもね <laughs> まとめるのが大変だからすごいまとめる人すごいなってはいはい <laughs> まあ話聞いてくれるだけありがたいですよまあそうです、ね、まあ今年ももう終わりますけどまだ一 <laughs> ヶ1月ぐらいですまだそうですねまあでも楽しいことありますかこれから楽しみなことは まあいい立てに行くことですああ確かに言い立て<の>もうちょいじゃん木と会話します木になってそうだな <laughs> まあ勇気帰ってこないっ <laughs> やっぱねいいよねい言い立てね他はなんかありますか何が楽しみこといや <laughs> 特に言い立てが一番言い立てでの生活が 一番楽しいですはかどるねね仕事もねまあねこの家よりはもうはかどりますよ仕事に自分の部屋もようやく持てて、うん、自然と隣り合わせで雑,雑音がないからねこう小鳥の声もめっちゃ遠くで泣いてるのも聞こえますから雑音は、まあ、何が雑音なの結城にとき声を。 まあいいいい周波数ですよいいやつ <laughs> 基本的に世の中にあるその周波数その何だかんないこれは計測してないからわかんないけどだいたい30ヘルツ以内、うん、もしくはそれ以上あるかもしれないけど、うん、周波数的でいうとあんまり人間の体にとっていい周波数は この街では少ないんですよね人間にとっていい周波数って、まあ、どのぐらいかっていうのは、まあ、5060 <laughs> そのもっと上は人間の体にとってねいい周波数なんですよなるほど、はい、で木とか木もね周波数は発してるんですよでそれも 50Hz60Hz、うん、の周波数を発していて まあ小鳥とかもねそのぐらいであと虫の声とかはもっと 120Hz とかもっと高い領域の周波数を発しているのでだから森とかそういう,う,いう自然に囲まれた環境で育つ,つと生活すると本当にその身体体にとっていい状態なんですね人間としてはい人間として だから多分別に何だろう、えー、本質的に言うとそこなんですけどね、まあ、ただ別に何て言うのかなそこで生活しなくてもね一、うん、生涯過ごせる人もいますし別にあれですけどまあねだんだん今はそれに気づき始めてる人も多いんじゃないかなとは、まあ、原因はね分かんなくてもなんか変だな。うん そういうのを感じることがこれから多くなるんじゃないかなとは思いますけどね。はい。そうですね。<laughs> 何？をえ,え全然今の話深掘りできるけどどうすんの？深掘っちゃう。<laughs> 深掘ったら俺の体力がだよね。まあさらっと。<laughs> まあさらっと言うんであればさ、あれだよね。昔はあったんでしょ。何<か>？がその周波数が。 うん、そうまあ多分皆さんの中で親しみもう親しんで馴染んでいるもので例えるといやいや CD ですねそれが一番いい例えだと思うんですけど、うん、えと昔はレコードだったんですよね。うん、でレコードっていうのはまあ水を作って音をこうつ作り出すとか音程をねに合わせて水を掘っていくんですけどうん、うん、レコードの時は。 ちゃんんとの周波数も含まれていたんですよそれが、えーまあ、平成になってレコードから CD っていう画期的なものになった時に、えーっとまあ、ちょっと前提があるんですけど人間に聞こえる音が、えー、30Hz ぐらいなんですよ。うんうん、なのでその、まあ、CD が出た時にその音楽業界の、まあ、偉い方が。 人間の耳に聞こえない音ならいらないじゃんって言って30ヘルツ以上の音を全部消したんですよねそれは何事実なの事実です音楽業界の方が言って語ってますから記事にもな,な,なってますねなんでそんな消したんだろうねそれは多分科学的に分かってなかったからえ,えじゃなくてさ消すと何原価が安くなるとか無駄な 物は消そうよみたいなだから安易的な考えだと思いますよそんなうーん安く作れるとかじゃなくて知,知らないそこは30年前に生きてないからな、ね、別に俺も音楽に詳しいわけじゃないし、ね、CD 作ってないからわかんないけどまあ、ね、もしね詳しい方いたらコメント欄で <laughs> めちゃめちゃ終盤これ序盤終盤だよねもうねこれ、うん 序盤でもあるしシューファンでもある <laughs> そう面白い <laughs> どうとでも通れますからはいっていうとこから、えっと、平成30年間僕たちは本当にいい音を聞いてないんですよはい、はい、って言ってましたなるほど書いてましたそういう風になる,なるほどって思ってでそっから周波数を勉強っていうかちょっと調べていったらね まあそういうい木とか鳥とか虫とか、はい、が発する周波数は人間にととっていい周波数であると、うん、だからレコードがあった時代は普通にいい周波数を聞いてた人がいてで、えー、いつだ分かんないレコードがなく CD になってから生まれた人はもう生まれてからこの方聞いてないわけじゃないですか、うん、いい周波数を。うんまあ 全額で,で言うとだしそれがえっと例えばプレイヤー機器の進化によってその 30Hz 以上の音で聴けるようになったよねそれが「ハイレゾ」とかもう何年か前から出てる音楽プレイヤー機器ですけど「ハイレゾ」なんかはそれ以上のいい音 ちゃんと届けてくれる機器が出てきたみたいな感じらしいんですけどねじゃあ、まあ、あれはストリーミングは、まあ、iPhone とか iRuby とかそれはもう全然,はとか全然もう最悪ですよでもそれ普通じゃない今のスタンダード的な世代いやそれ今は普通なんだよねでも多分だんだん疲れてくるはずですよだっていい音じゃないしだからなんだろうなほらえっ、ー、と レコードは空間的に流れてる音楽を聴いてるわけじゃない。じゃない。わ <laughs> け <laughs>、okay、じゃない。でももう、このデジタルになって iPhone で AirPods とかまあイヤホンなりなんなりでいろんなね、耳で聞く。いろんな耳あの、じゃ,じゃ <laughs> <laughs> そんな、<laughs> あの、<laughs> 機械を通してだから機械から機械を通してその機械で作られた音で 耳に届くんで結果的に多分いい音じゃないんだろうなっていう、うん、よっぽどそのイヤホンがの性能がめちゃめちゃ上がるとかこの携帯えスマホの性能がめっちゃイヤホン高いやつは高いよねでもうんそのもまあでも何とも言えないちょっと分からないそこは具体的にはねなんか音質が良くなれば高くなるイメージはあるまあまあまあ だそこをちゃんと多分周波数とか書いてあるはずだから<ー>し裏説明書とか見ればこれは何,何十ヘルツにし周波数で売ってる要はなんだ周波数を売りにしてるイヤホンとかないのいや多分あると思うよメーカーによっては<ー>だけど基本みんなそこで分からないじゃんから売りはやっぱ高音質とか あの自分だけの空間みたいなのをコンセプトに掲げてるだから周波数は埋もれがちだよねだからこの情報に行き着く人はごくわずかよいやそりゃそうでしょう周波数周波数、うん、周波数, <laughs> 周,波数周波数について普段調べてる人って誰だろうどんな職業の人まあ興味あればだし物理学とかそういう まあ何でも職業は別にセグメントしなくていいか決めなくていいまあ一応人間にも一人一人周波数があるんでそのそうこの間そうそう職業量子力学って語れるんですけど <laughs> もうこう専門専門だあ専門じゃない語れるそのめっちゃ語れるとかじゃないですけどねはい 職業ねーめっちゃ難しい話になったほんとだよ掘りすぎちゃうでしょいやお面白いんだけどさはい、はい、職業のさ、はい、あるじゃん書、はい、く欄みたいなさ日本には、はい、書類とかにいっぱい、うん、日本、まあ、海外もかわかんないけど、うん、なんかさ名前書きたいよね名前がいいなって思っちゃう名前 書くじゃん一番最初いやいやいやじゃなくて職業の欄に自分の名前書きたいっていうああそのなプ,ロなんかプロゴルファーとかなんかそ,そういうんじゃなくてさ、はい、もう松尾弘樹でいいじゃんって,、うん、って思ったこの間、はい、なんかそう契約書の時にでも書い,書いてあるん、ね、で自分の名前を、うん、職業欄のとか自分の名前でいいですよ <laughs> <laughs> ああいいんですかおお おお。毎回迷うの職業。なんだろうな。は会社経営してるか代表か。え、お名前書きたい,なみたいな。はい、以上です。<laughs> ね、みんな人はそれぞれ得意不得意あるし。それがみんなできる必要ないしって思っちゃうんだけどね。必要な時に、自分が必要だと思えばやればいいし。 まあ一番は人間っていう生命体なので人間,し人間をしてくださいって話人間として生きるうんみんな情報やらなんだ価値やら権利やらを求めすぎなんですよまあこれは個人的意見ですけどなんでなんでそうなのみんなやっぱそれは でまあそれも人間っぽいっちゃにその人間界のなんていうんだ上下を決めたがるんだと思うんだよね生物ってしょうがないと思うんだけど多分どの犬でもライオンでもあるじゃん俺が上だみたいなそういう本能的な部分も絶対あると思うけど だけどそこに偏りすぎも良くないしやっ,やっぱ意見は兄弟でも違うんだなって、うん、は俺はまたちょっと違った視点があると思う、うん、人間には、ね、だってさあれもあったわけじゃないですか一応昔はねその上,上下はもちろんあったかもしんないけどさ、うん、まあ年功序列が多分一番分かりやすいんだけど年齢で先輩後輩上下みたいな だけけど社会主義国もあったわけでしょみんな平等、うん、同じ賃金選べた選んでたわけ当時 <laughs> 国ごとに資本主義なのか、うん、社会主義だから誰かが社会主義っていうそのレールを敷いた上での争いになった時に多分人は地位と権力と情報を集めて金を稼いでたからなんだその資本主義の上に ある以上はそれが繰り返されるんじゃないかなっては俺は思ったりもした今話聞いてどうですかそれ聞いて意味分かったんですか理解何も通じてないんですか何を言ったんですかいやだから,だから <laughs> まあまあいいんじゃないですかいやだから人は選ん,そ<の>選んだそっちの道を選ぶこともできたろいろ 関連してますよねもちろん会社っていう組織も,も,も、まあ、ルネサンス時代の,のとある5人組が、えー、社会世の中のために何か価値をねうん、うん、与えられないかっていうので立ち上がってそれ会今で言う会社っていう組織を作ったのはその5人なんですよね。も、うん、は世のの中に対していいものを届け ととか世の中の中ためになることお金とかそういうことじゃなくてちゃんと価値を提供するっていうところが目的としてできたのが会社なんですけど今は何かまあ、まあ、まあそこはあれですけど、うん、いやだから成熟しきった、ねうん、市場はもうなんかこう金金金っていうので育ってきた企業も多いと思うし。 金がななきゃやっていけない実際はそう何をすればいいかいやだからそう立ち上げんのはいいんだけど事業をやっていくの大変になっちゃったからよりねお金はなくせばいいんですよまあまあね前澤さんもなん,かなんかそんな感じのこと言ってたような気もするけどその何つうんだろうこう,そうありがとうと言われることをしてお金稼ぎたいというか みんなそうなんだけどなんかそうじゃないくなっちゃってる時もあるだろうしだからもうねでやったらやったでさ永遠やんなくちゃいけないっていうかなんか変な要は死守するっていうか事業を守る方に行っちゃってるじゃん方向が、うん、そしたらちょっとずれてて俺は俺の中ではこうニーズっていうかをなんかその課題とかなんか求められてることに対して 何かやったらなんだそれがなくなったらもう俺それで終わりでいいと思うんだよねそれはうんていうかそうなる,な,な,るなってくはずなんだけどずっと継続っていうよりかはその時代その時によって変わってくはずなんだけどさ会社とかも、はい、そうはならないっていうねえ9時40分 <laughs> おおなんどんんぐらい話す,んですか寝なきゃもう寝るんですか、ね、じゃ眠いですね見てくださいん、ね、<laughs> じゃあいたい始めた張本人が、ね、眠くなるそれもう結構話してたらねだいぶ話してる40分ぐらい話したんじゃん20何分20何分はいはいだいたいこんな 会話を普段からもしてます <laughs> はい、はい、ではねはいテーマのないラジオはいこれで終了したいと思いますはいここまで聞いていただきありがとうございましたありがとうございましたはいそれでははい またはいじゃあねーバイバーイ。バイバ